照英 TV プレゼント企画、肩、肘痛の予防、軽減、ブレイスレボ投球サポーターを5名様にプレゼント。投球時の内旋、海内の動きに注目。サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、レオヘイです。お願いしまーす。はい、ということで、今撮影前なんですけど、今から撮影始まるよっていう時なんですけど、今日ね、僕が今までで買った中で良かったなーって思ったものを皆さんに紹介していこうかなというふうに思っています。っていうのも、夏に向けてバッグの中整理してたりとかしたら、これそういえば買って結構使ってるなとか、これなんかそうでもないけど使ってないなみたいなとこで、まあ分けたりとかってね、あったんですよね。そういったところを含めて、これなんか皆さんに、まあ僕野球道具とかね、いうふうにそれに近いものとかっていうのは結構集めてる方だとは思うので、ぜひぜひ僕がこれは買ってよかったと思うものを皆さんにね、紹介できたらなと思っております。はい、じゃあまずね、1個目です。こちらですね、 GS スパイクです。これはね、もうおいさんいつも本当にありがとうございます。これ2台目ですね。っていうのも、まあ、GS スパイク、僕今まで GS スパイクを買うまでは金具のマイクトラウトモデル、あのナイキのハイカットの、スパイクを履いていたりとか、ローリングスのジャパンスピードを履いていたりとかだったんですけれども、ちょっとね、白スパ気になってたんですよ。ホイさん、ゴリスポ君が GS 立ち上げるスパイクを出すということで、まず1台目を買わせていただきました。 GS スパイク買って何が良かったって、ダブルヘッダーやっても足疲れないんですよね。理由がこれ、ブロックソール、ブロックソールということで、本当にね、地面も噛むんですけれども、クッション性とか、まあブロックソール自体も金具ほどではないので、柔らかい、感覚はあるので、地面を噛むけど柔らかい。これはね、あの本当に足も疲れないですし、めちゃくちゃいいなと思って、ついにね、去年のZOZOマリンでこちらのスパイクデビューして2台目のスパイクとなっております。今後も多分、まあスパイク買うことになっても、もうやっぱり GS さんなのかな。スパイクは本当に足にもね、ちょっと横が広めなので、僕もね、足広めなので、そういったところで言うと、まあ、すごい足にフィットしますし、僕はもうちょっと手放せないな、本当におすすめのバイクだなっていう風になっております。はい、じゃあ次行きましょう。はい、まあ次はね、もういつも通りです。これもオーソドックスです。はい、アクティブームのアンダーシャツ、これは僕長袖、半袖、七分、ノースリーブ、ハイネック半袖持ってて、ある程度ね、コンプリートしてきたのかなっていうぐらい本当に愛用してます。マジで着てて、で、着てるのを忘れるぐらいの感覚のアンダーシャツです。まあね、今日ね、めちゃくちゃ暑いんですよね。多分30度ぐらいあるのかな？ 30 度ぐらいある中でも、まあ、でね、ユニフォームの下に、こういうの着てても全然大丈夫かなっていうのもあるので、脇の下メッシュにもなってますし、めちゃくちゃ伸びもいいので、汗かいた後に脱ぐのも楽。サラサラもしてますしね、生地的に。そういった点を考えると、僕はね、もうアクティブームさん、本当にいつもお世話になっています。っていうところで、本当にね、これ以外のアンダーシャツって、まあ、着は着ますけども、やっぱり、多くなるのかな、半袖のアンダーシャツ、長袖のアンダーシャツにしても、着る中ではアクティブームさんのアンダーシャツを着ることが多いのかなと思っております。はい、次行きましょう。はい、じゃあ次ね、お手入れ用品の中からね、出しました。この前もね、動画出しました、両辺三種の神器の中で出しました、これですね、プロティオスとキリクロス、まあペーパータイプのローブオイル、この2種はマジで本当に買ってよかったです。本当にこの前の動画でも言った通り、バッグの中に入ってても場所も取らないですよね。本当にこれだけですからね。なんで、ちょっとやりたい時なんかは本当にこれだけでめちゃくちゃ綺麗なお手入れができるので、本当にこれも買っておいてよかったなっていう風な、品となっておりますね。皆さんも、まあ、こっちは高いですけど、こっちは安いので、ぜひぜひバッグに入れておいていいんじゃないかなと思います。はい、はい、続いてじゃあ靴下ですね。靴下はこちらなんですけれども、オールスターです。最近ね、キャッチャーミットグローブとか、まあキャッチャーボグとかでよく SNS 等で出てくると思うんですけども、こちらのオールスターってメーカーのソックス、これも本当に買ってよかったなって思ってます。なんて言ってもこれね、こういう着圧ソックスって分厚めの感じするじゃないですか。で、足ゴワゴワしそうっていうイメージがあると思うんですけども、つま先のところとかかとのグレーになってるところ、ここね、ちょっと薄くなってるんですよ。なんで、まあ、5本指で全部が全部、あの全部着圧のね、生地のままだとゴワゴワするなっていうちょっと思ってたんですよね。まあ、ふくらはぎのサポート感とかっていうのは、まあ、もちろんね、どのメーカーさんもいいんですけれども、それを解消してくれるのがこのオールスターのソックスとなっています。これも何足目かな、3足目ぐらいかな。どうしても野球やってればね、つま先に穴開いてきちゃったりとかっていうのがあるので、買う頻度はね、ここがちょっと薄いから、そこは逆にデメリットではあるかもしれないんですけれども、履いてる時のストレスのなさっていうのは一級品です。これもね、確か3000円ぐらいだったかな、靴下ソックスの中では。3000円いかなかったな、2500円
円とか2700円とか、確かそのぐらいの価格だったので、普通の着圧ソックスと同じぐらい、な価格となっているので、まあ、高いですけど、靴下にしてはね。まあでも、スタンスまでもいかないし、ぜひぜひ、高機能ソックスっていうのかなっていうのを履いてみるのもいいんじゃないかなと思っています。これは本当におすすめです。はい。で、次もサポート用品かな？こちら。ラッシュ。アンダーアーマーのスパッツです。ラッシュっていう。これね、アンダーシャツの方を巨人の松田選手とかソフトバンクの今宮選手が着てるのを見てちょっと気になったんで、そのまんま月日が流れお宮のベースマンに行って、そしたらこれが残ってて、サイズも偶然僕のサイズの方が残ってたので買っちゃいました。これ去年買ったのかな。横のところがちょっと生地変わっててね、ここの部分がね、通気性もいいですし、着圧っていう点ではマジで最高です。ピタピタに締まるんで、夏とかこの時期ね、暑い時期、湿気がすごい時期ってすごい体つりやすいと思うんですよ。で、今まで僕も結構つってました。前太ももとか太ももの裏とかっていうのを結構つってたんですけど、これ履いてからあんまり、まあつりはつりますよ、ゼロじゃないですけど少しは良くなりました。たとえラッシュじゃなかったとしても、ぜひぜひね、高機能サポーターっていうの、スパッツっていうの、ぜひぜひ持ってていいんじゃないかなと思います。これはね、本当に僕もずっと使っているので、本当におすすめの一つとなっております。で、次ね、めちゃくちゃ安いんですよ、これ。これ。うい、うい、うい。これ、ダイソーのチューブです。100円だから110円か。なんで、これ持って、僕、試合前に走りながらランニングで、肩痛めてるので、ストレッチって意味も含めて、これ持ってランニングしたりとか、談笑してる時に、こうやったりとかで、肩のね、ストレッチやったりとかっていうので、これがね、ほんと100円なんですよ。100円なんでね、さすがにちょっと弱いんでちぎれちゃったってこともあったんですけど、でも、本当に、これも、ものとしてはね、めっちゃ薄っぺらいんで、邪魔にもならないですし、ダイソーで買えるので、これはすごいおすすめのアイテムです。トレーニングにもなるんじゃないですかね。だから、空き時間とかにこうやったりとかで、インナーマッスル鍛えたりとかっていうのもできるので、持ちやすいんですよ。あとこれ、ちょうど輪っかになってるので、まあこういう動きがしやすかったりとか、まあここ片方で押さえてこうやってね、できたりとかっていうので、性能もすごいいいので、100円ですし、ぜひ皆さん気になったらダイソー行ってみてください。続いてはね、僕もう身につけてるんですけど、これです。ヘアバンド。これ今年めちゃくちゃ買いました。花柄の派手なやつだったりとか、こっちはジャンクさんで、こっちは去年ね、スポタカさん行った時に買わせていただいた、こちらでアンダーシャツ生地っぽいやつだったりとか、まあ、ジャンクの他にもう一個持ってたりとか、ツータイムズユーのランニング用のやつ持ってたりとか、いろいろちょっとね、ハマっちゃって結構買ったんですけど、マジでいいっす、これ。髪長いんですよ、こうやって。長いんで、ヘルメを被り直す時とかに、これがないと全部バッて落ちてきちゃうので、汗でね、またペタってまとわりついちゃったり、あったりとか、キャッチャーやってるので、頭から垂れてくる汗っていうのをこれで止めてくれる効果もあるので、ヘアバンド、まあ、草野球人、ちょっとね、高校生とかは使えないですけれども、草野球人なんかは、もう本当にいちいちこうやって拭くのもあれなんで、多少はね、やっぱここで吸い取ってくれたりとか、まあ、髪の毛長い人なんかは、こういうのもおすすめだなという気が散らないので、いいのかなというふうに思っています。そして最後はこれですね。パワーフレックス。これね、めちゃくちゃカラー買いました。これ、緑だったりとか、これ、ね、紫だったりとか、その日の気分によって色をつけられるっていうのはね、すごいいいなと思います。僕は、まあ、ラガーズの試合の時に限りなんですけれども、よくわかんないけど、テーマカラーっていうのを自分で勝手に決めてやってるんですよね。ミセスグリーンアップルデイがあったりとか、乃木坂デイがあったりとか、っていうので、ミセスカラーですよね。乃木坂カラーですよね。っていうような感じで、もうその日に、今日はちょっとこのカラーでいこうかな、みたいなのができるので、そういった点ではね、簡単におしゃれができる、自分の好きな色が使えるっていう点ではいいですし、僕手首締めてるのと締めてないので、やっぱ握力の違いって出てくると思うんですよ。まあ試合ずっとやってます、キャッチャーやってます、まあうちのピッチャー大体右ピッチャーなんで、あんまり、しかも軟式なんでね、手が疲れたりっていうのはそこまでないとは思うんですけれども、やっぱね、少しでも楽に取りたいっていう点で、もうボクサーの人がね、腕を締めてるのと同じで、手首がねテーピング巻いてる状態です握力が上がるっていうのもあるので、僕は左腕に巻いて、握った状態から巻いて、多少は取りずるやすいのかな。まあ検証とかっていうのはしたことはあんまりないですけども、気持ち心なしかあるかないかで言ったらあるような気がします。でもどちらかというと機能面もねありますけれども、僕はちょっとおしゃれとしてこういうのを使っています。なのでこれはね、すごい草野球人必見ですね。確かね、800円とか900円ぐらいで買えたかな。値段も1000円いかないので、まあ、そういったところでぜひぜひちょっと草記事の人は注目してみてください。はい、ということで、今僕がねいろいろ出しました、アンダーシャツだったり、まあ、グローバル系だったりとか、これが、まあ、僕が本当に買って良かったなって
心の底から思える品々だったので、まあ皆さんもね、もちろん、まあこの商品が合う合わないあると思いますし、こういう別なものがね、また、これおすすめだよっていう皆さんが思うものももちろんあると思うので、ぜひちょっとね、皆さん、これはバッグに1個入れておいて、買っておいて、損なかったっていうものがあれば、全然、損なかったなって、むしろ得したなっていうものがあったら、コメント欄にね、ぜひ書き込んでみてください。はい、ということで本日は、両兵買ってみて良かったもの、本当に心の底から良かったなと思ったものを紹介してきました。暑くなってきますし、そういったところ体のケアとかおしゃれとかっていう点でね、皆さんど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 ん焼きの時期季節楽しんでいきましょう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。そう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 。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。